先我ら火影人軍の頭となるべき炎の子じゃ。主のすべてを刻み込むのじゃぞ。この子は烈火は立派な忍びとなりましょう。姫と忍者、目覚めた力。全国高校史上最強の男、石島土門様におじけづきやがったか。へっ、誰がてめえみてえな花輪野郎におじけづくかよ。花輪だと？俺の鼻ピアスをてめえよくも。おあへへ、とっとと俺の家来になればいいものを。おっと、相変わらずバカ力だな、ドモン。てめえこそ、すばしっこさは猿並みだぜ。ちゃうちゃう、猿じゃねえよ。俺は忍者だ。おりゃお前と同じ手にかかるが、サラ！レッカー！卑怯だぞ！落とし穴なんて！卑怯なもんか！勝つための予備工作だ！忍者は常に先を見て動くものなり。何が忍者だ！バカ野郎！時代錯誤もいい加減にしやがれ！何を？忍者なんか古くせえんだよ、カビが生えてら。バカ！何を？忍者をバカにすんな！おめえが俺に勝ったら、いつでも俺はおめえに使える忍者になってやるぜ。また明日勝負だ！烈火。花菱烈火、俺の名前だ。戦乱の時代、鍛え上げた技を持ちながらひたすら影の存在として君主に仕えた忍者。華やかさとは無縁の儚い運命の戦士たち。なぜかなんてわからない。ただ
物心つかねえ頃からずっと憧れてる。あ、腹減った。親父、昼飯どうすんだよ。おお、レッカー、おかえり。もう昼か。なんだいきなり。なんだじゃねえ。花火作ってる時タバコ吸うんじゃねえって。いや、すまんすまん、父ちゃんうっかりしてたぜ。だがそれと反撃は別問題だ。うん、悪いが父ちゃんさっき腹減って食っちまったから、お前もどっかで食べなさい。だ、忍者とは耐え忍ぶものである。間違いない、あれは烈火。こうなる。助けてくれ。終わりました。くだらん環境運動などに固執するからだ。片付けろ。マスコミが大臣のスケジュールを追っているかもしれません。念のため影武者を用意いたします。任せる。クレイ、人は悲しいな。たとえ一時権力を手にしても、死はあっけなく全てを奪ってしまう。私はそうはなりたくない。分かっております。400年前の永遠の命の秘術、それが事実である以上、必ずその方法を見つけ出します。火影を一番よく知っているこの私が。いただきます。うん、うめえ。あんなに走ると転ぶわよ。ほら転んだ。大丈夫よ、ほら立って。痛いの痛いの飛んでけ。もう痛くないよ。しゃあ、あ、姫路が。あれ、誰だっけ。わらわはそなたに救われた。お前なくして今のわらわはない。礼を言うぞ、烈火。姫。もったいないお言葉。あ、これは、違う、これは。
違うんだ。さっきは助けてくれてありがとうございました、花火師烈火さん。君、そういえば誰？私、坂下柳と言います。何か？あ、いや、さっきの夢の姫に似てたんで。あ、ここにもまだ傷が。お怪我はもう大丈夫です。ああ、ものすごくな。自分でもどうしてこんな力があるのかわからないんです。でも内緒ですよ。噂が広まったら変な人だと思われるから。ああ、当たり前だよ。世間に知れたらどんな連中に追い回されるか分かったもんじゃねえぞ。悪かったな、服汚しちゃって。大丈夫ですよ、これ子供たちと遊ぶ時のだから。あれ、その制服なんだ。そうか、それで俺のこと。ごめん。ううん、私あまり目立つ方じゃないし、初めて話す人とこんなに話せるの初めてです。いや、そうだ、ちょっと付き合ってくれな。え？助けてもらったお礼にいいもん見せるよ。真っ暗なとこですね。まだ外は明るいからな。こういうとこじゃないと花火にならない。うち花火屋なんだ。この花火は俺の手作り、特別製だぞ。わあ、綺麗。綺麗だ。え、何か言いました？いや、別に。誰だ？花火師くん、下！なんだ？あなたのことは覗かせていただいたわ、この英会玉でね。誰だあんた？私は影奉仕。何の手品だよ。どういう。脅かすつもりはないわ。でもこんなことでもしないとあなたが私の話を信じてくれない。おばさんよ、俺はあんたの話なんか聞く気はねえよ。とっとと。そうはいかない。私はずっとあなたを探していたのだから。400年もの気の遠くなるような長い歳月をずっと。400年って、あのですね、400年前の戦国の世に歴史の表舞台に現れることのない最強忍者集団がいた。わけあって自ら滅びの道を選んだその忍びの名はおかげ烈火。あなたはその時、時を渡る秘術により今に流されてきたおかげの生き残りなのです。おばさんよ、くだらねえ冗談やめてくれよ。俺に何しろってんだ？あなたの炎を見せてちょうだい。炎だ？ええ、あなたその腕から炎を出す力があるでしょ。おかげ人軍に代々伝わる演術師の力はね。何のこと言ってんのかさっぱりわかんねえよ。柳、帰ろうぜ。とぼけないでちょうだい。どうやらまともに話もできねえ人みたいだな。見るぞ。はい。
悪いけどここで返すわけにはいかない。どうしても炎が出せないと言い張るなら無理にでも出してもらうわ。さあ出しなさい。くそ、足さえ言うこと聞きゃ、なんとか柳を逃がさねえと。柳、あの事情は分かりませんが、弱い者いじめして楽しいですか？柳、花菱くんをこれ以上いじめないでください。怪我してるんですよ。あの、だからあなたの力で治してあげたらどう？お嬢さん、さっきみたいに。え、柳！おい柳！ごめんね、足手まといになって。花菱君一人なら逃げられるのに。柳！こいつ気絶しながら俺の傷を。俺はこいつのためなら。治癒の力を持つ少女も自分の怪我は治せないようね。大丈夫だ、ちょっと待ってろや。とどめはどう刺しましょうか？なんだと？そう、もっと怒りなさい。気で切れたぜ、クソババ！また煙幕？ダメよ坊や、丸見えよ。打ち蝉の術。忍術のセンスはなかなかね。でもあなたの本気がその程度だとは。本当に炎を出せないっていうの？話にならないわね。やっぱりこのお嬢さんの命いただこうかしら。よせよせよせ。俺に炎が。やっ出せたわね。やはりあなたは火影炎術師の血を引く忍び。レッカ君。これぐらいの炎じゃ私は殺せない。私を殺すにはもっと強くなりなさい。柳！気がついたか？花菱くん、怪我は？さっきの人は？大丈夫だ、追っ払ったぜ。姫。姫？そうだ、柳は今日から姫で、
俺は姫の忍者だ。なんだか変ですね。変でもいいんだ、忍者は姫を守るんだ。どうした、傷が痛いのか。ほっとしたら涙が。やだ、花火もつけちゃいました。花火師烈火は運命の人鎖骨下柳と出会った。そしてこの日、400年の時を超えた戦いの火蓋が切って落とされた。影奉仕、あいつの目的は一体何なんだ。俺に何をさせるつもりなんだ。とにかくこのままあの女が引き下がるわけがねえ。この先何を仕掛けてくるか分かんねえけど、汚ねえ真似だけは許さねえ。もしもそん時はただじゃおかねえぜ。次回、炎と風神、危険な誘惑。俺の心が炎と燃えるぜ。Keep